こんにちは。富山情報局ナビゲーターの柳川明子です。今月のテーマは富山市の令和6年度予算について、幸せ日本一富山を目指してどのような取り組みを行っていくのかお伝えします。富山市の令和6年度一般会計予算は1758億1120万円。昨年度よりもおよそ85億6000万円増えて、2005年の市町村合併後で最大の規模となっています。今年度の当初予算編成の狙いについて教えてください。はい、そうですね、今年の1月1日の能登半島地震ですね、公共インフラですね、道路だとか橋の、損傷をですね、早く復旧して市民生活に不安が生じないように取り組みたいなと思います。それとコンパクトシティ政策を進化させるために取り組んでいるスマートシティ政策ですね、ここを引き続きしっかりと取り組んでいくということ、加えてですね、例えば教育であるだとか少子化の問題であるだとか健康寿命の延伸等々、こういう本市が抱える当面の課題にですね、しっかりと取り組んで幸せ日本一富山の実現に向けてですね、頑張ってまいりたいなというふうに思います。それでは5つの重点施策別に今年度取り組む主な事業を紹介します。まずはコンパクトシティ政策の進化とスマートシティの推進です。スマートシティ政策の取り組みとしては、昨年度実証実験を行った大山地域での AI オンデマンド交通システム相乗り大山の導入があります。 AI オンデマンド交通とは、乗車の予約に応じて AI が最適なルートを判断するシステムを活用した乗り物のこと。停留所を上滝地区や月岡地区に12箇所増やして44箇所とし、さらなる利便性の向上を図ります。今日はどういった目的で乗られたんですか？図書館。去年の暮れまでマイカー族やったん、乗るのやめたからやっぱり足が欲しいわけよ。で、だからマイカーの代替えやね、今のところ。住民のアンケートを取ったんですね。で、利便性に満足かという問いかけにはですね、 70% ぐらいの方が満足、あるいはほぼ満足しているというような回答でしたので、今後ともですね、住民の方々の意見を聞きながら、より利便性の高い交通にしていきたいなというふうに思っています。平日の朝の混雑がひどく、定時運行にも支障をきたしている富山駅の路面電車に関して、前方の扉に加え後方の扉からも降車できるよう IC カードの機械を整備します。また府中地域で実施した自動運転実証実験の効果検証を踏まえ、新たに路車協調システムや走行空間の安全性向上を図る整備を行い、実証を行います。去年11月に設立した富山市スマートシティ推進プラットフォームスクラム T、 市民の困りごとや地域課題の解決に向けて産学官が連携することで、新たな市民サービスやビジネスを創出し、富山市版スマートシティの実現を目指す取り組みです。今年度は新たに会員企業がアプリケーションの開発やビジネスモデルを試す際に補助を行います。中心市街地だけではなく、郊外や中山間地域に住んでてもやっぱり利便性の高さを感じれるように、あるいは富山市の課題でもあります子育て支援やですね、例えば、安全対策、あるいはデジタル人材の育成、だとか、デジタル格差ですね、こういうようなものを解消していくための事業が創出されていけばいいなというふうに期待しています。2つ目の重点施策は少子化対策、子育て支援と次世代を担う人づくりの推進です。子どもたちが健やかで幸せに成長できる子ども真ん中社会の実現に向けて、社会全体で子育てを支える機運を高めるため、 PR やキャンペーン
などを行います。そして少子化・子育て支援の充実として、富山市はこの春からすべての世帯における第3子以降の0歳から2歳の保育料を無償化しました。子どもの保育料は3歳からは国の制度で全国一律で無償化されていますが、0歳から2歳については所得に応じて保護者が負担する仕組みとなっていました。無料になるんやったら3人目とかも考えれたらいいなっていう風なのは前ちょっと話してて、負担が理由で預けていらっしゃらない方もたくさんいると思うので、すごくそれは大きなことだと思います。その他、妊婦の歯科検診の自己負担廃止、小中学生のインフルエンザ予防接種費用の助成、市営コミュニティバスにおける小中学生の運賃の無料化など、子育て世帯の支援の充実を図ります。また現在、市の町中総合ケアセンターで行っている産後ケアについて、新たに民間の産科医療機関においても実施し、利用対象を産後1年までに拡大します。一方、校内サポートルーム設置事業では、教室に入りづらい児童生徒が自分に合ったペースで学習や生活できる環境を小中学校の校内に整備します。3つ目の重点施策は、地域振興、コミュニティの活性化と安全安心な街づくりの推進です。津波ハザードマップによる正しい避難行動に関する周知や、新たに防災の手引きを作成し、富山市内の全世帯に配布します。また市内すべての自治振興会を対象に、防災士による防災講座を実施し、日頃の備えに関する周知啓発を強化します。年々増え続け、社会問題となっている空き家に関しての事業も、市民からの相談をワンストップで受け付けて解決支援を行う総合相談窓口を設置します。去年の大雨や能登半島地震により被災した農地や市道などの復旧に合わせておよそ30億円を計上し、早期の復旧を目指します。4つ目の重点施策は、介護・フレイル予防と健康寿命の延伸です。子どもの頃に水疱瘡にかかると、水痘・帯状疱疹ウイルスが体の中で長期間潜伏し、加齢や疲労によって免疫が低下した際などに帯状疱疹として発症します。50歳以上の人を対象に接種費用の一部を助成します。帯状疱疹になるとどんな症状が出るんでしょうか？症状としては、左右どちらか一方に出るのが特徴で、ピリピリっとするような神経痛が現れ、その後帯状に赤い斑点や水ぶくれが生じます。約1ヶ月で治癒しますが、その後神経の損傷によって皮疹消失後3ヶ月以上痛みが続くこともあります。50歳から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が発症するとされています。予防接種を受けることで発症を抑えたり重症化を予防できます。令和6年7月から接種費用の半分程度を助成できるよう準備を進めております。また、がんの治療に伴う外見的な悩みを抱えている人に対し、ウィッグ、乳房補正具の購入費用の一部を助成します。5つ目の重点施策は、ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みと産業基盤の強化です。1年間で作るエネルギー量と消費するエネルギー量が正味ゼロ以下となる住宅であるゼッチなどを子育て世帯が導入した場合、補助金の額を上乗せします。
富山市のゴミ収集車を動く広告塔として民間企業に活用してもらい、得られる広告収入を環境教育に活用するというユニークな事業も。年間で60万円の収入を見込んでいます。市営の八尾コミュニティバスで環境負荷の少ない電気バスを導入します。将来に向けて持続可能な公共交通を目指します。農地の大区画化を進め、スマート農業を可能にすることで農業生産の効率化・省力化を図る国営農地再編整備事業が現在水橋地区で進められています。地元水橋地区の4つの小学校の子どもたちにこの次世代の農業に関する講義を実施し、将来の担い手を育成していくためのプロジェクトを行います。今年度事業、どのような気持ちで取り組むか教えてください。そうですね。昨年は大雨だとか熊の出没だとか、1月1日にはですね、能登半島地震が起きました。まあ、本市の防災対策の問題点もたくさん露呈したわけでありますけど、とにかく第一は市民の皆さんが安全で安心に暮らせる町、まあ、これを作っていくのは非常に大事だなというふうに思ってます。まあ、北陸新幹線がですね、3月に金沢敦賀間開業しましたし、まあ、たくさんの観光客の皆さんお見えになると思います。ぜひこの富山から能登半島を元気にしていく、北陸全体を盛り上げていく、まあ、こんな、風になっていけばいいなというふうに思ってます。未来を見据えた取り組みを先手先手で進めることで、これからの人生、希望を持って幸せに暮らしていける笑顔あふれる富山市を実現してほしいと思います。今日放送の内容についての問い合わせはこちらまでどうぞ。次回5月26日日曜日放送の富山情報局のテーマはご覧の通りです。